ヨナちゃん、見つかるといいな。あの村の者たちが店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか、私には信じられん。里帰りですね、カイネさん。里？私にとってあの村は…カイネ、心配するな。俺たちも守るから。守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言え。私たちは望まない。不要な戦いを望まない。このまま共存することができるのなら、このまま穏やかに暮らし続けられるだろう。だが、あの男がやってくる。そうだ、あの男がやってくる。女も子供も皆殺しになる。どうすれば、一体どうすればいいのだ。今だ、一気に攻めるぞ。俺たち、ポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない。手紙など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。手紙を出した人？聞いたことないね。もう閉じこもっているのはやめにしたんだ。もう手紙？そんなのは知らないよ。
手紙？知らないな。いらっしゃい。し前だ。お庭をお花で埋めつ。綺麗な花を咲かせてください。いらっしゃい。またパリへ出る前にはまた手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか。ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい。そうだな。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかもこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅、全滅。シロ。分かっておる、魔物だ。くそ、罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。魔物に乗っ取られていたのか。油断するな、他にもいるはずだぞ。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。この村は終わった。逃げるんだ。やだよ、姉さんを置いて逃げられるわけないじゃないか。カイネ、そいつらは。女の方は魔物だ、騙されるな。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。の方が
奴らを殺すんだ。お願い、やめてください。僕たちをあなた方を魔物から守ろうと。やめてください。お願いです。エミール、脱出だ。カイネ、カイネ、立て、立ってくれ。はい。おい、いよいよ壊れたか。俺の出番か。それで本当にいいのか、カイネ。やめろ、やめるのだ。俺たちの平和を邪魔するな。奴らを倒せ。で村人が襲われておるぞ。お前たちさえいなければ全部うまくいってたんだ。カイネ、起きてくれ。目を覚ませ。エミール、カイネを頼んだ。俺はあっちを片付ける。わかりました。魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。体の中心から何かを感じるぞ。これが合体した魔物の力。これ式の魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。あの目の中心から魔力を感じるぞ。
躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なのだ。周囲の触手は魔法を弾くようだな。倒したところで本体を倒すことはできぬぞ。中心に魔力を集中させよ。裏に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。ここはエミールに任せて奴の後ろに回り込むぞ。下からでは狙えん。もっと近づくのだ。慎重に奴の目を狙え。
つは奥に逃げたぞ。少し休んだ。そちらに向かいます。わかった。エミール、あまり無理をするな。くそ、あれだけの攻撃でまだ動けるのか。合体した奴の生命力は侮れぬということだ。おい、もうやめろ、エミール。エミール。いいな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。
エミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。とにかくこの村からは出よう。そうだな。これで全部だ。魔王のところに、ヨナのところに行けるのか。しかり。絶対に取り戻してみせる。ポポルのところどうした。これでようやくヨナを助けに行ける。ああそうだな。どうした。何を神妙な顔をしておる。シロ、相談があるんだ。カイネとエミールのことだ。魔王との戦いは今よりもっと過酷になる。ヨナのためとはいえ、カイネとエミールを巻き込んでもいいのか。今さら何を言うておる。おい、何ふざけたことを言っているんだ。聞いていたのか。カイネ、エミール、俺は。私たちを置いていくなんてふざける以外の何だって言うんだ。そうですよ。こんな僕を受け入れてくれて、何があっても一緒だって言ってもらえた。今度は僕たちがお返しする番です。恩返しとか仲間とか、そういう恥ずかしいことをいちいち説明させるな。だけど。あ、でもただでやるなんて言ってませんよ。ヨナさんを助けた後は僕たちのことを手伝ってもらいます。タイネさんの魔物付きのこととか、僕の姿を元に戻すとか、それを直す方法を探す旅に出るんです。きっと楽しいですよ。世界中のグルメも楽しんじゃいましょう。無駄に食ってやるからな。金の準備をしておけよ。みんなありがとう。ヨナを必ず助け出す。それにしても
こうも都合よく鍵が集まるとはな。まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし罠だとしても、そこにヨナがいるのなら俺は行く。そうか。これはナンパ船にいた。これは石の神殿にいた魔物に似ている。この箱、砂の神殿にあったのと同じだ。仮面の王からの贈り物やもしれぬな。これはエミールのお姉さんの人形。よくできておるな。まるで見てきたかのようだ。石の神殿にいた魔物だな。なぜこんな場所にあるんだ。さあな。シロにそっくりな置物がある。こんなにすすけてはおらぬ。ロボット山にいた面倒な機械だ。こうして見ると可愛いものなのだが。崖の村にいたトカゲの化け物だ。こんな悪趣味な人形がなぜここにあるんだろう。これは植物の葉の置物。この中ではまともな方だな。狼の人形だ。よくできているが、ロボット山で襲ってきた機械だ。飾りにしては品がないことだな。少年の形をした置物。ポポルはこういうのが好きなのだろうか。これは崖の村で見た魔物の集合体だ。なんでこんなものが。なぜ倒した魔物たちの人形がこんなところに並んでいるのだろうか。行くのか。村は噂で持ちきりよ。あなたがヨナちゃんを取り戻しに行くって。本当に行ってしまうのね。必ずヨナを連れて戻ってきます。あの。何。ううん、なんでもない。ポポルは心配性だからな。じゃあ気をつけて。くれぐれも気をつけてね。ありがとう。本当に気をつけて。気をつけてな。気をつけてな。Thank you.